松本隆23歳です。スケートボードに出会ったのは13歳の頃で、当時中学、同じ中学に、今の、金メダリストの堀米雄斗っていう子がいるんですけど、まあ、彼と当時同じ中学 で放課後よく一緒に遊んでいて、でそれでスケートボードを紹介されて乗ってみたらすごいハマったっていう感じですね。スケートボードから学んだことっていうのは、まあ一つのことに取り組んでそれを成し遂げた時の達成感が一つ、まあ、これはその全てのものに当てはまるんですけど、僕はそれをスケートボードを通じて得ました。でもう一つっていうのは、スケートボードってやっぱり年齢とか人種関係なくて、スケートボードを持っていればそれがある一種のコミュニケーションツールだと思っているっていうのも、やっぱ人と人をつなげる一つの道具、スポーツ、遊び、全部当てはまるっていうので、やっぱりなんて言うんですかね、自由、楽しい、まあ、スポーツなんだけど自由なスポーツっていうのを教えてくれたスポーツですね。スポーツ、スケートボード。ように光ってるロネ、そっと触れるその横顔ね、目が覚めたらまた夢の続き、だってまだ君はベッドの上ね、いつもの夜に再返す愛を、見つめるより伝えたい答えを。これはね、すごいいろいろ話を聞くんですけど、やっぱりスケートボードの種目にまあ加入してから、スケートボードのコンテストが行われて、で日本人が優勝したっていうことで、やっぱりそのスケートボードのユーザーが、スケートボードユーザーが増えて、でマーケティングもすごく広がる、拡大する、上場するっていうのは、多分そのまあビジネス面ではすごく、なんていうんですかね、貢献はできていると思うんですよ、その種目加入することによって。でなおかつスケーターも増えて今すごい盛り上がってるっていう状態です。覚えてますよ、もうもちろん、あの泣きました、泣きましたし、なんていうんですかね、実感があまりないというか、信じられない、そう、本当に勝ったのかなっていうちょっと疑いの気持ちがあったんですけど、まあ後々本当だっていう実感が湧いてきたっていうことですかね。夢だと思ったね、嬉しすぎて。っていうのも、練習量が明らかに違う、人より、人のまあ数、何倍で例えるかは難しいんですけど、人よりも練習してました。もう一目瞭然です。見たらすぐ分かります。あ、この子絶対やばいね、誰でも分かるっていう滑りしました。将来の夢ってよりかは、そのスケートボードをずっと乗っていたい、スケートボードにずっと乗っていたくて、なおかつスケートボードのこの業界に何か貢献できるような活動をしていきたい、まあ、今はプレイヤーでスケボーしているんですけど、まあそのうち将来的には、例えば自分で、まあ、今でもあのスケボーパークを作っているんですけど、仙台という場所に
仙台という場所にスケボーパークを作っているんですけど、そういうような活動をこれからもどんどんしていきたい。お仕事に将来的にはしたいですね。スケートボードコントローラーを握る方で将来ね。あとは楽しくスケボーする。そう、あとはもう一つ自分のスタイルをぶらさないでキープゴーイングすること。ぶれちゃダメ、絶対。それだけです。東京